黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。よし、うわー、光ってる、角光ってる。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はですね、この子たちの掘り出しをしたいと思います。はい、呼びますよ、せーの、はいはい、これですね、この子たちはね、サタン大兜の羽化した子たちですね。サタン大兜といえばあれですよ、幼虫詐欺っていうやつ。あのサタンは結構高いんで、安いねカブトムシの幼虫なんかで、これサタンですって言って売っちゃう、あんなんがねよく話に出てくるんですけど、はい、まあこの子たちはね、サタンだと思います。うん、なんかあのこっから覗き窓みたいになってて、見た感じサタンに見えましたね。うん、まあ、ということでね、掘り出していこうかなと思います。チャキーン、まずはメスから行きましょう。よし、蓋開けます。うん、硬い。お、変わってじゃないかよ。でかっ。おー、でっかー。やっべー、こいつでっかー。綺麗に浮かしてる感じ。うわうわ、でっかー。暴れてる。毛だらけっすよ。うわ、毛だらけ。でっかい。お、バキバキ言ってんだけど。はい、来ました。ちょっと爪が痛いけど。はい、痛い、やばい。はい、出ました。サタン、大兜。痛い。女の子です。痛い。これは痛い。やばいぞ。はい、どうやら、間違いなくサタンのようです。うお、元気。いった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 。いて。どうにかしないとな。よし。とりあえずこの子、元気に浮かしてくれてます。すっごい元気です。めっちゃ海そう。いやー、いい感じに生まれましたね。よかったよかった。では早速ね、オスの方も行っちゃいたいなと。ここにね、いますからね、ここに。よっ。もう変わったい。よし。はい。掘り出してみましょう。よし。うわー、光ってる、角光ってる。サタンか。おお、むちゃくちゃ角光ってる。いや、わかりますこれ。うーわー、光ってる。サタンか、これはサタンか。いや、サタンだろこれ。うおー、かっけー。やっべ、かっけー、これ。うわ、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 取れた、うわ、うわ、うわ、すげー、これ。なんだこれ、すげー。やべー、ロボットみたい。
すげえこれ。うーわー、そりゃ人気があるわな。うわ、このブラシ見てこれ。うわー、むっちゃくちゃ。あーあー、すごい気持ちいい。何この手触り。わ、やっば。やっば、これほんとすっごい手触り。裏も毛だらけ。びっしりですね、これ、びっしり。信じられない。はいはい、わかったわかった。ごめん。いや、そらね、人気出ますよ、これはね。かっこいいもんだって。はい、これがサタン、オオカブトです。すごいな、これ。マジで。うん。いや、すごい。角もいい感じじゃないですか、これ。まっすぐなってますよ、これ、まっすぐ。ねえ。わー、マジかー。すごい、すごい。よし、とりあえず、うん。とりあえずケース入れて、で、メスから計測しようかな。はい、こんなの生まれました。うーわ。痛い。めっちゃ痛い、それ。お待ちかねの計測タイム、イエーイ。はい、ということで、まずメスの方から計測していきます。スイッチオン。じゃん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 。じゃん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 。まあ、実際ね、結構でかいですね。はい。実際ね、これ初掘りなんで、大きいのかどうかわかんないっす。あ、でもな、立派な気がする。ね。はい。では、測っていきたいと思います。サタン、女の子。毛むくじゃら？こう測る？はい。一体、どれぐらいの大きさなのか？毛の長さは、サイズに含まれないよね。はい。出ました。この子、大きさ、これです。60.6。6センチ？はーい。これは大きいのか小さいのかよくわかんないんですけど、とにかくね、6センチでした。うん。いやー、立派立派。毛だらけですよ。この毛はサイズにやっぱ入れちゃいけないよね。ね、だよね。うん。はは、威嚇してる。はい。あとでね、ズーム画像行きましょう。よし。じゃあ次はね、オス測っちゃいたいなと思います。結構でかいよ。うん。結構でかいと思う。まあ、とりあえず10センチぐらいに広げといてと。行きましょう。よっ、これどこ測ったんや？やっぱ、上のあれだよね。上の角測ったらいいんだよね。はい。でかすぎて画面の外にはみ出そうですが、測っちゃいたいなと思います。こんな感じですか？むずい。どこ測ったらいいのかいまいちわかんねえんですけど、とにかく先の胸郭の方で測ります。はい、できました。このままですね。この子の大きさ。手の、はい。お、107ミリ。10センチ超えてますね。はぁ、ということでね、結構でかい。これ角いい感じじゃないですか、本当に。綺麗な気がする。はい。曲がってないですよ、あんまり。はぁ、これは、飛び虫？ダニエル？なんかついてますね、やっぱり。いいな、いいな。気にしない、気にしない。よし。はい、ではね、拡大画像の方行きたいと思います。では、サタン。まず女の子に登場してもらいましょう。名前は？サタコ？登場します！じゃん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 。はい！よーしよしよしよし。はい、こんな感じです。サタン、オオカブトの女の子。この模様がすごいよね。はい。なんかネプチューンとか結構似てるんですけど、ここお尻の方までブツブツしてるんですよね、サタンはね。
はーい、こんな感じです。さたこちゃん、あ、面白いの見つけちゃった。この尖ってないですか、ここ尖っている。これ角があります、さとこちゃん。はい、メスなんですけどね、ちっちゃい角ありますね。なんかウォーズマンみたいだな。はいはいはい、ということでこれがサタンの女の子ですね。で、ケツ毛すごいわこれね、びっしり、もう毛だらけですね。はい、掃除に便利そうですね。はい、ということで、さ、ごめん、ゴンってびっくりしちゃったね。ごめんね。サタン、さ、女の子、サタコちゃん。こんな感じの子です。ほんと人間みたいな顔してんな、これ。ね。面白い。はい。お顔をね、ズームしております。ほんとこの角、鼻みたいに見えません？ね。角です。ガールだけに、角ガール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 。お待ちかねしました。お待ちかねしましたって日本語おかしいよな。まあいいか。お待たせいたしました。サタン、オス、サタオくん、登場です。上空から登場です。でん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 。わー、すげえ。やべえ、こいつ。ライトの具合、あ、テッカテカだ、これ。何これ。すっげえ、テッカテカ。はい。サタンといえばやっぱこの毛ですよね。もうさっきも触ってましたけど、もうブラシのようで。え、これ気持ちいいんすよ、これ。ふわふわして。なんとも言えない。あの、絨毯のね、高級なやつ。あの感じです。めちゃくちゃ気持ちいい。はい、お顔はね、こんな感じですよ。面白いなぁ、これなんか毛がなぁ。なんとも言えない毛の感じ。ちょっとライト当ててみる。うわ。そんな感じですね。毛がね、毛だらけ。やっばー、これほんとやっばー、これ。はい、そして体はこんな感じ。後ろの毛もやばい。もうほんとね、オスメス揃って雑巾じゃなくて、ほうき？はい、ほうきみたい。綺麗にね、浮かしてくれてます。うん、ちょっと飛び虫ちゃんみたいなのがついてましたけどね。うん、気にしない、気にしない。はい、ということでね、サタン、無事に浮かしてくれてます。サタンはね、アフリカですね。ボリビア。ボリビアの地図出ますか？はい、これがボリビアです。ということで、こんなとこからやってきたんですね。うん、すごい。ほんと、この毛が半端ないっす。よし、ズーム解除。はい、ということでね、今日はサタンオオカブトなんかを掘り出してみました。どっからどう見てもサタンだと思いますけどね。はい。これで違うやつだったらびっくりだよね。はい、ということで、うわ、なんか顔可愛くないこれ。なんか可愛いな。なんかこう髪の毛が生えてんだけど、ここに。ということで、って終わろうとしたんですけど、こう髪の毛がね、髪の毛が生えてるみたい。ここ。シャーって。面白いな、お前も。はーい、ということで、ズームしたサタンちゃんでお別れいたしたいと思います。またよかったらコメントなんかで感想を聞かせてください。これブリード、頑張りますよ、本当に。ね。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。サタンちゃんバイバイできる？できる？